フェルゼンライトシューレ、フェルゼンライトシューレ、フェルゼンライトシューレでのコンサートフェルゼンライトシューレは、オーストリアのザルツブルクにある劇場。フェルゼンライトシューレの意味は、フェルシン、リッチュラ、つまり、馬術学校裏の岩盤を利用した劇場で、舞台が岩に囲まれたオープンウェアの珍しい劇場。サウンド・オブ・ミュージックのコンテストの会場になったことでも有名。フェルゼンライトシューは、 1693年に、ヨハン・エリウンスト・フォントン大司教により、新しいドーム建築のための採石場跡に建築され、大司教の馬術学校と資料のために使われていた。現在舞台を取り囲んでいる山層に重なった96のアーチからなる看板は、馬術学校当時の観客席である。ロビーの天井には、トゥルケンシュテフ編と呼ばれる巨大なフレスコ画が描かれている。 1926年からザルツブルク音楽祭に使用され、屋外の劇場であり残響は少なく、音楽にはあまり適していないが、反面演劇には最適である。しかし岩盤を有効に利用した演出により、音響のマイナス点をカバーしてなおあまりあるオペラが上演されてきた。多くの上演が酸層アーチをそのまま生かしたセットを組むため、 舞台の前景としては似た印象を与える。1968年から1970年にかけてクレメンス・ホルツマイスターによる改修が行われ、1549の座席、40メートルの幅の舞台、舞台下に4メートルの空間が確保された。また、懸案であった雨を防ぐための可動式の屋根が作られた。また2006年のモーツァルトのための劇場の改修により、 独立したロビーが確保された。ありがとうございます。